はこちらを使ってクエストを、クエストを成功なんて言うんですかあれなんて言うんやろね。クエストをクリアしていくミッション、ミッション、まあ、大体わかるんじゃないですか皆さん、なんとなく、まあ、すぐそこに聖地あるからね。そうですよね、私も来たことなかったんで一応聖地巡礼として。見覚えありますね、あっちの壁は。見たことあるやろ、うん、なんか見たことある。いつも釣りする台がこれや、はい、めちゃくちゃ使ってるじゃないですか全然無理ですよこんなの上台来ても無理です。対岸も一緒のこれが出るわけ。なるほどなるほど、まあ、単純に潮の時間間違いだな今日はですね、とあるクエストをいただきまして徳島のエイを釣ってこいっていうね、クエストいただきました。で、クスさんにはあの場所を教えてもらって、とある堤防にやってきました。はい、まあ、大体想像つくんじゃないですかね、みんな誰かに言われてるかっていうのははい、ということでさっきね餌を買ってきた。今日の餌はこれです。カマス、カマスちゃん。これクソさんブラジルで釣りましたよね。ペロよく使い方が分かってないんだけど、これを、はいはい、なるほど ボーダーレスです。久々持ったこの虹色のクソ長い竿。これは7メーター20あります。こうしてこうはい、こんな感じでやっていきます。ナマズ用で買ったワイヤーリーダーをつけました。ナマズセット、これはもうすでに、私はじゃあ船長を見て学んだようにピラニア目指し。うわ、見たことある、なんか見たことある光景。うわー、風がすごいからこの辺で。全然沈んで意味ありますかこれ、全然沈んでいかない。俺だけ全然シンキングだったんやけどな。あれ溶けたら沈むんかな。完璧ですねこれ。椅子があるだけなんか優雅な感じ。そうですね、手前の竿が怪しい。え、マジっすね。糸張ってますね。マジ。お、なんか当たってますね。フグとかじゃないかな。ゆっくり上げてみて、聞いてみて。なんかトゥントゥクしてます。トゥントゥクトゥントゥクしてる。重い。
抜けた。割れた。重かった。こんな早く来るんですか。寄ってたら早い。嗅覚すごいから。何します、くっさん。待ち時間、くっさんってお気に入りのルアーとかあるんですか。お気に入りのルアー、もうこれだけは手放せないみたいな、いつもいつもいるやつとか。ブラックバスじゃなくても。最近はあれじゃない、キックロッカーの真ん中のやつ、ね、いつも使う。私がピラニアに。そう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 。あれのもう一個大きいやつ。あ、もう一個大きいやつか。最近それを考えてて気づいたんですよ。なんか私あんまり新しいルアーって使わないんですけど、あんま興味ないんですよ、新しい。そう、好きなもの、好きなルアーしか使わないんですけど、なんかポケモンと似てるなって思ったんです。だこのカラーが好きなんですよ、私は。最初にこれをやっぱ開封しますもんね、この思い出の色。やっぱポケモンだな。色もそれっぽい。色もそれっぽいでしょ。下手くそや。まあ、リーダー今やってないからね、ちょっと言い訳しておきます。リーダーいるっていうのは分かってるんで。これ好き。おお、当たってる当たってる当たってる。向こうのサイズが貼っとんない。貼ってますね。でもなんかちっちゃいのが引っ張ってる。釣れました。
やべえ。すごい。ちゃんと見て、ちゃんと食ってる。がっちりや。やったよいしょ。じゃあねー。おー、そんな水平フォールで帰っていくんや。めちゃくちゃ水平フォールで帰ってた。でも間に合ったな。よう間に合いましたね今。もうやね、すぐ食られてきた。さすがの反射神経ですよ。もうあと2秒遅かったらもうやられてましたよね。飛び込むしかなかった。いやー面白っ。あれぐらいのサイズがまあアベレージ、アベレージ。いやびっくりした。あれから上か、あれから上。なるほど、じゃあまだまだ上はいるってことだ。また連続で来る可能性はある。もう一本の方には全然当たりもなんもないですもんね、うん、ちょっと あっちの方がいいんですかね。そうなんですか、うん、いや食べたいと思わないですね。食べたことあるはずだよ、エイヒレとか。あ、エイヒレあるやろ。あった、めっちゃ食ってる。あの干物にようなってるやん、おつまみ。あれはあのヒレの穴を取って乾燥させる干物にする。美味しいです。美味しいやろ。なかなかです。おお。行くか。あ、持ってってる持ってってる持ってってる。行きまーす。こっちかな。行きますよ。えい、あ、あ、餌取られた。食ってましたよね。くそー。餌取られたか。はい。持って行ってたのに乗らなかった。ちっちゃいやつも乗ってくるからね。ちっちゃかったんですかね、じゃあサイズが。ペシュー。結局一匹だけでしたね。チャンスは何回か。あったけど、こんだけクリアになるとやっぱちょっと厳しいですよね。そんなことね。まあ気温下がってきて、あれぐらい良かったかもしれない。クエストクリアということで無事に終わりましたね。なんか報酬をもらわないといけないですね。クリアしたからには。ということでラーメンを食べに行きます。私が産みました。メルカリだそう。チャーハンの方もお送りしますので、申し訳ありません。色はマジで濃いとんかつラーメンみたいな感じですね。卵割って入れなきゃ。そう、そういうシステムだ。これが徳島。小僧しましたね。ハンバーグ小僧したな。お腹いっぱい。ということで、クスさんの妹さんがやってるケーキ屋さんに来ました。まだワンパクやるんかと。こんにちは。妹です。
カレンちゃんです。あ、どうも、はじめまして。一緒にブラジル行っとった頃。あ、そうです。お世話になりました。楽しそうで何より全部一人で作ってらっしゃるんですか？全部一人で。すげえ。ぴったりな。ぴったりやねえ。綺麗。いただきます。うわ、柔らか。柔らかい。これこれがもう美味しいケーキ。美味しい。今日こそは釣るぞ。お、うん、しゃ